どうもこんにちはイケです。こんにちはシロです。こんにちはリートです。はいどうもこんにちはリオルです。 VTuber のギルシトルテです。僕たちテレビに出てきました。テレビに出たのはいいもののですよ皆さん、はい、撮影中、はい、何度か気まずいなみたいな瞬間なかった？いやなかった。いやありませんでした、うん、噂に聞いたら前半部分撮り直したタイプですよ、はい、噂によればね。ちなみに城先生は肺炎でしかも当日休むっていう。なんで肺炎になったの？そんなの知らねえよ。なんで肺炎になったの？テレビといえばやっぱり未公開映像だったりカットされたシーンっていうのが絶対にあるんですよ。今回はもう愛すぎ食堂風に見てって滑ってるところだったり違和感があるところを指摘し合っていきましょう。この試合するってこと？今日殺し屋です。そして本日の献立はこちらの3つとなっております。現場にいなかった城先生はどうなりますか？安全圏にはいる。今日は一つよろしくねみんな。ケキニキは前一応事前で確認してたじゃん動画。そうですね。やな、ヤバさっていうかこうグロさ的にはどんぐらいなの？何にも面白くない。今日ので動画の趣旨は自分以外を攻撃してもらう企画です。あーなるほどね。今日いかなる場合があっても動画消さないでいいですかって俺が問いするから入って言っといて。怖いな。動画消さなくていいですか？はい。言えよ。なんだよ、撮影したくねえのかよお前らよ。がね、現地も撮ったということで早速じゃあこいつマジかよ。終わってるマジで。では今からですねテレビでは流れなかった未公開映像を一緒に見ていきましょう。最悪や。それでは、スタート。前4、3。いやなんですかこのいいわ。これはいいでしょ。お前なんよ。え、いいっていうの恥ずかしかったんか知らんけど、 BGM とテロップでごまかそうと思った。違う、いいに決まってるだろうが。せーの、大人が教えてくれないこと。はい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 、いいですね。ダメだ。この語り口でスタートできるのは過去にテレビ番組あったやつだけだ。満を持した感じ出すな。しかもリーチョね、カメラじゃなくてね、俺見て喋ってくるんだよ。そう、確かに。じゃあいいですか？はい、僕はニキ、イケメンだよということでニキです、よろしくお願いします。実写でもちゃんとやってくれるよ。ちょっと恥ずかしいけど、実写はちょっとじゃねえだろ。実写でやるの結構ちょっとじゃねえだろ。めっちゃ笑われてるんですよ。誰今笑ったの？誰ですか今？すごい、やばいやばい、この空気がまずいと思う。すーぐ畳んだろ。逃げ足早すぎだろ。多分スタッフの方見たやろうな。やばいと思ってすぐ畳んだもん。もう一回見して、もう一回見して。もう一回じゃ危機感知した俺のあれ見とく。めっちゃ笑ってるんですよ。誰今笑ったの？誰ですか今？はい。続いて僕挨拶しても大丈夫ですか？はいはい、どうもリートです、よろしくお願いします。はい、かわいらしい。はい、こんにちは、リハロです。お願いします。お願いします。どうも、VTuber の。よ、サブ。ちょっと待って。切り張り、ざっすぎる。VTuber のギルシトルテです。じゃあちょっと僕からいいですか？はい、どうぞ。なんとですね、今日どうした。カーキー張りすぎだろ。スタジオの端っこにだから土箱かなんかおった。おーわ、お前子供見たら泣くぞこれ。皆さん気づいたと思うんですけど、はい、今の挨拶の順番、はい、人気順なんで。本当に困る。撮影中に撮影現場に地獄作るのやめてもらって。いやいやいや、これはお前らが悪いよ。俺は処理した方がいいやろ。違うね、聞いて聞いて。ボケのつもりなんかも知らんけど、実際登録者その順番やね。まあ、登録者もだし、靴の売り上げもこの通りだしな。ありましたね、そういえばそういう話。待って。それまで掘り返されんのか。待って、Twitter のアカウントとかで告知してくれんねん。なんか、この人のグッズがなくなりそうです、みたいな。名前出てない人おったよ。はい、次行きましょう。キリちゃん大丈夫か？まだ立てるか？泣いてない。立てるか聞いてるだけないけど。現地取っといてよかったー。頑張ろうね。頑張ろうね、やかましいわ。ちなみにさ、なんで返してくれなかったの？これ何も。おもんないからじゃん。違う違う、さっきまでみんなおもんないくせに、泥舟に乗っかり合いっこしとったのに。なんとか乗ろうと試行錯誤はしてました。だから聞いて、4位どうした？4位どうした？数値で呼ばれた。人気順なんで。台本に書いてあることを。こんなにアドリブやるね。だからニキが打開しようと頑張ったのに、方々からこんな攻撃されたら、おもんないボケやめてって言われるの。でもさ、一応まあプロレスにはなってるわけだから。いや、まずリングに上がってもらっていいか。リングどころか会場に来てもらっていいか。俺さ、周りから石投げてるだけ。はい、行きます。はい、大丈夫です。いや、結構
何何やねん、何やねん、何やねん、お前何やねん、まだ土の子がまた目の前通ったんか、それ土の子みたいな、違う違う、人生初めて見るカンペと土の子は結構レアと同じじゃない、腰の角度何度なの、これ30度ぐらいです、これね、こうなるでしょ、え、これ待って待って待って、なんか俺ね、あの滑る法則っていうか、なんか分かった、方程式できちゃった、うん、方程式できたけど、え、一番好きの初めにヒルストルテいいのあ、やばい、リーチョ発言が新しい私はメインに据えない方がいいのかもしれないそして28日放送ですよあ、出た、待って、あの完全に書いてあることそのまま読むのやめて、あ、ちょ、これ止めていい、これ止めていい、お前なんか厳しいな、台本にあること書いて喋ってって言われたのに、ここで俺リーチョに完全に書いてあることそのまま読むのやめて、そのまま読むのやめてみたいな、何か言い分あんのか、リーチョ、なんかごめんガチ反省、まずバラエティーじゃないやつが出てきてリーチョ、リーチョ、リーチョ、別に俺も怒ってるわけじゃないバラエティーもう一回行こう、感情込めて、俺今感情入ってなかったもう入ってなかった、どっか行ってた、そして、まあ、放送が28日の放送になってます、いや、なってますっていうか、見てる皆さんは今28日だな、あ、そうです何余計なカンペ入れんなおい、俺らカンペ入れんなよ、武藤何したお前また2人して目伏せとるじゃん2人して台本読んでるけど大したこと書いてないんだよ、しかもこれ下向く姿勢が俺らの中でリロードだから、はい、行きます、この5人でユニットを無事結成ということで、てか名前とかあるんですか、よくぞ聞いてくれました、はい、あのちなみにこの5人のユニット名、はい、後の偉人たちです、ちょっと待って、ダセー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 、これもうやめたんだよね、いやそうだね、まあちょっと話そうね、ここはみんなで後の偉人たちにした理由と、はい、そしてとっておきのお知らせがこの番組の最後にありますので、はい、ぜひお付き合いください、はい、なるほど、ちょっと石が使ってくる、ちょっと待って、1個だけ文句言ってピピン、あ、よよよよよ、1回再生するね、番組の最後にありますので、はい、ぜひお付き合いください、はい、なるほど、ちょっと石が使ってくる、ボソボソ喋んなお前だってエレプトさんはさあここからはですね、大人が教えてくれないこと会議、まあ、略して大人協会議、ごめんごめん、あの撮影スタジオに不老者が紛れ込んでる数点角の酔っ払いみたいですもう一回聞きたい、これ誰ですか、もう一回確認しようか、これじゃあ、まあ、略して大人協会議、すいません、スタジオにオートバイが今からですね、4人で今後どのようなテレビ番組にしていくかを話し合っていくという流れでございます、あ、面白い、このコーナーはですね、あの自分たちがやりたい企画を4人かな、まあ天の声入れたら5人なんだけどそう、じゃあどうする、何かちょっと待って、確かに、だからね、お前どうするはないだろう、あ、ごめんリーチョ、俺は俺は悪い、迫真のどうする、じゃあどうする、そうや、どうするって言ったら、これほら、飲めよおめえだよ、はい、待って、いじめられてるんだ、そうだよ、やばいよ、なんか、え、でもさ、言えないこととか多分喋っちゃう気がするんですよ、来たぞ来たぞ、ご意見番組来たぞ、満を持してな、あ、そう、ダメですよ、多分今これピーピーとかね、ちょっと使えない単語が出てるんですけど、だしずっとリーチョね、これ見て喋ってくるんだけど、ニキならどうにかしてくれるだろう、わかる、気持ちわかる、ニキならどうにかしてくれるだろうって思いながら、ニキ君が何かやることなすこと全部に黙れ、台本通りいけそう考えたらこれ俺かわいそうだな、俺これビンタされた後みたいな、話した話でさ、テレビ局が慣れてて YouTuber を、なるほど、ね、初回放送でこの番組で何やってると決めさすってやめてない、入れとけよ、確かにね、この番組始めた、ちょ待ってもうちょっと会話に入ってこようぜ、奥にいる男はずっと何を言っているんだろう、俺はね、結構ね、夜の店に潜入とか、なんかこう、キャバ嬢を呼んでセクハラするとか、ここを使えるの、冒頭のね、あのね、なんでティッシュ出したの、ちょっと待って当たり前からよりよっこいしょってティッシュ出した、熱いの照明がここで一旦ですね、あの撮影現場の空気が面白くなさすぎて、はいはい、我々もそれを、まあ、あの肌で感じ取って、まあ、撮影中にもかかわらず勝手にこちらの会議を、始めます、とりあえずカメラ回しとこうみたいな、え、そうね、あの話の話題を変えた方がいい、
だから、あれです。ちょっと待って、一瞬目やばかったよ。待って、これ頭からもう一回見して、頭からゆっくりもう一回見して。そうね、あの話の話題を変えた方がいい。初めから撮ったね。それで言うと、まあ、ちょっとロケ系とかちょっとやってみたいなとは。ロケ系、ロケ系、ロケ系。ちょっと待って、止めて。こんなとこいじるんやったら、ここいじれるとかあったやろ、他に。ちょっとイラッとするもん。友達を見る目じゃない。今回聞かせて。ちょっとロケ系とかちょっとやってみたいなとは。ロケ系、ロケ系、ロケ系。怖い、やばい、やばい、やばい。二度と撮影時にそのトーン使うな。そしてここでですね、はい、あのピルちゃんがあの現場にいた女性スタッフがなんか気になったんかな。撮影中に発情しだしたんですね。そうそう、そのスタッフさんを巻き込んだボケをしようとします。なんか綺麗なスタッフだもん。いたね、あのラインカップが気になってしょうがないんだよ。ちょっと大きい声で聞いてみれば。ラインカップですか。ラインカップですか。はい、もう一回何かテレビだ。テレビってこういうのもできるんですか。できないっぽいっすね。できないっぽいっすね。できないっぽい。2回目でめっちゃ嫌そうな顔。結構偉い人やからな。うん。あ、偉いエロいじゃない。すいません、間違えました。ごめんなさい。そんなに気にする必要ないしな、ね、偉いのみたいな。あ、とんでもねえだろ。やばいね、やばいでしょ。あの女性スタッフもう一回出てきます。あ、そうなの。次が谷です。ちなみにじゃあ、なんかピピはアリオラはなんかやりたい企画がないの。確かにね。ピピ出ちゃった。俺、うん、俺か。うん、何も考えたんだ。ちょっと待って、いやお前もテレビに出ているんだぞ。ちなみにお前嘘だろ、お前。マジかと。よくお前俺にギャラ泥棒って言ったな。なんかカンペに書いてあるんですけど、なんか綺麗な女性のスタッフ横に座らせられますか。さっきしくじってるから。やっばー、これどうするの状況を一人打破していきます。だから、そのボケ方が、おる。え、はい、ここで、あ、ここで勇者がさっきの バカしてくださいってリーチョから来て、こいつすげえっつって思いついたんだ、なんかってなって俺ら、まあ、見てみようか、はい、いいですか。どうやらその女性スタッフさんが、はい、なんかテレビに映ってくれると思う。本当にマジ、はい、マジっすか。はい、というわけで、じゃあすいません、お願いします。お願いします。ストップ、むちゃくちゃ嫌そうな顔しとるやんけ。今これは社長によって生み出されて被害者しかテレビに映ってない。今これ全部変わってもいいんすかね、これ。あ、いいよ。え、俺らマジでお茶とか飲みながら見とくよ。あ、全然こっちもお茶とかしてるから。うん、はい、それで、ね、じゃあリーチョ君の女性フロスタッフ黒木コーナーで。え、でもなんで来てくる。え、これ映ってもなんで大丈夫。あの童貞なのやめて。めちゃくちゃ童貞やん。とんでもねえな、おめえ。頑張りたかったんだよ。いいですけど。え、でもなんで来てくる。え、これ映ってもなんで大丈夫。ダメです。ダメです。え、なんでオンエアのあの、LINE 今突破してないから。うん、もうこの辺。いや、今この辺を超えた瞬間だけオンエアされるから。あ、すいません、じゃあ、なんか、え、俺、これ今、どうやばねえよ。おめえだろ、そこに来たかったの。いや、はい。ちょ、あのさ、リーチ、お前、何もしてないよ。俺、物申していいか。はい、いいよ。言ってやるよ、おい、社長、ふざけんな、お前のせいだぞ、この時。いや、お前が、この女、ここに来た。お前だよ。ここで企画会議コーナーが、終わりました。続きましてですね、あの本編で流れた最もヤバいシーンに移っていきたいと思います。ここはですね、あの放送で流れたところなんですが、あまりにもあの面白すぎるので、ぜひあの見てほしいとの思いで、あのはい、使いました。さあ、ここからまだまだ時間がありますので、最も得意としているフリートークのお時間ですよ。はい、ありがとうございます。フリートーク、まあ、ここからはっていうか、はい、さっきまでも結構フリートークだったけどね。まあそうだけど、さっきのでまあ大体空気感を掴んでもらった。ちょっと待って、リーチョ空気感掴んだんだな、お前。はい、掴みました。バッチリです。僕ただいつも通りトークするのもいいんですが、はい、まあ、今回あのこのようなものをあのご用意しました。何ですか、これは。これ何ですか。そう、これは何ですか。だってこれトークテーマです。筋トレ効果って何。誰もしてないんですよ、筋トレ。してないでしょ。いや、これ筋トレ講座じゃなくてさ、これ書き換えようぜ。いや、これだからもう俺ね、筋トレ講座とかやったらやばいやんと思って、これ筋トレ講座とか別荘に変えないっていう助け舟を出してるんですよ。手上で見る。手上で見ましょう。あと筋トレ講座って何。誰もしてないでしょ、筋トレ。してないでしょ。いや、これ筋トレ講座じゃなくてさ、これ書き換えようぜ。いや、まあ、筋トレ俺してるから教えたら。はい、ちょっと待って。軌道修正を始めたら、ちょっと待って。こいつが元凶だったんか、あのシーン。真犯人、お前だったか。で、はい、こっからですね、地獄が作り出されます。はい、続きましてこちら。
バン面白いですね、企画自体は。リオラ先生何これ何これ何これ早速名指しなんですけど、逆に聞きたいこととかある？あ、俺らがリオラ君に聞きたいことみたいな。でも筋トレの仕方じゃないやっぱり。本当に、うん、やるかじゃあもう筋トレ。ちょっと待って機械室にこうやって本当に取りに行って俺なんか言ったもんね。このくだり本当にやんの？じゃあ聞いて散々言ってたのにここで筋トレ言ってきたから、あ、やりたいんかなと思っていい感じにぶっ刺し合い。俺とキリちゃんは一切やる気なかったよ今度。うん、全くやる気なかったよ。多分おもんないけど一回やってそこで。え、あ、もう諦めてるもんな、キリちゃんも。当たり負けたらこんな。え、じゃあでも一般の人のやつもなんか見ちゃう気たか。あ、じゃあ俺がすごいなお前さ、ノータイムやったこれさ、ニキニキがやれのゴーサイン出してない？そんなのもうジコロの明確じゃないですか。先手打たれてんだよニキニキ。普通に体重かけていいの全部。そう。はいはいはい。はい。グーって。待ってこれマジでできない。やばい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 。ちょっと待ってストップ。お前もう次のバトンにきり渡そうとしたから。これあやばいまずい空気だ。よし助けてもらおう。誰か目合うかな。あにきにき。体重かけていいの全部。そう。はいはいはい。はい。グーって。待ってこれマジでできない。ほら、ほら、ちょっと待って、俺もうどうするの手が俺もう伸びてる。どうするこれみたいな。え、そう、お前も手も伸びてるけど、本当に死のバトルお前に。待って、これマジでできない。結構ね、多分明日筋、明日筋肉痛なんて。明日筋肉痛なんて。リオラベティがさ、リオラベティが回収しようと思ったけど、ブーンって僕取り返してる。これやばい。待って、本当にできない。え、一回。俺一番今が面白いかもしれない。なんで友達が一番滑ってる時が一番おもろ い, い, やいや物理的にも滑ったけどね。どっちも言ってるよ。ここ好き地獄の回覧板をリーチョに渡されて無理やりね。この状況でリーチョに注目してください皆さん。ではニキの吹きロールまで3322119。お前よかったな。これこいつやばい。そがき美樹君、美樹君捕まえとくから好きなだけ殴っていいよ。そして最後はですね、本当に面白くなくてちゃんとカットされたものが流れます。ちなみにトークテーマというか企画は昼しとりでツッコミ20本ノックというものです。で本当の地獄だった。昼も地獄やし、ツッコまれに行く俺らも地獄やったけどね。両者左だるまになってる図を皆さんご覧ください。昼しとりでのツッコミ20本ノック。おもんないボケをさせられるってこと、これから20連続で。そう、そう、お前は地獄を今から見せつけられる。よし、まあだから俺が美味しく調理してやるよ。そう、じゃあ結構、じゃあもうパンパンいきますよ。パンパンいく。パンパン出ませんじゃないかい。はい、ストップです。はい、ストップです。いいよ。じゃあ退出してください。パンパン出ませんじゃないかい。オッケー。はい、おいウェイよ。誰だ今、おい。ちょっとストップしろ。なんか今、テレビに映っちゃいけないところじゃないよ。誰だ今、おい。穴があったら、入れたい。わからんの俺。いや、ちょっと帰ってください。帰ってください。これまずいよ。やばいですよね。やめよ、やめよ。行きます。はい、俺が行く。はい。お、行った。はい。ブラ一番のほかげになります。日本生まれのジャック・スパローか、お前。ここに来て大御所感出てる。この撮影で2回谷作ってるやつが撮っていたいとじゃないんだよ。日本生まれのジャック・スパローかお前。おじいいいでしょうな。なんだ We are like you。 お前地元ジャパンのお前ロッカーか。ごめんなさい。さっきからなんかその日本生まれとかジャパンとか。お前地元ジャパンのロッカーか。悲しい背中。世界一勢いが強いじゃん。お前最低じゃねえか。お前ずっと最低じゃねえか。お前こんなおもろかったの。ごめんマジ画面見れない俺も。世界一勢いが強いじゃん。嘘でしょ。なんか言ってる。じゃあそんなツッコミがうまいボビーに問題です。この後キルちゃんはなんてツッコミ入れたいでしょうか。俺みたいに最低じゃねえかお前とかでいいんじゃないですか。はい、聞いてみましょう。嘘でしょ。ギネスブックに載っとるやつやないかい。正解はギネスブックに載っとるやつやないかいでした。すいません、もう二度と撮影に呼ばないでください。ギネスブックに載っとるやつやないかい。ありがとう。
真面目が出とる。感謝伝えたすれ違いざまに。ここら辺からみんな企画がおかしいんじゃないかってちょっと気づき始めます。気づくの遅いと思うけど。ね、これやめない？これなかったことにして。隣全部なかった、ね。あ、じゃあ分かった分かった。ね、じゃあ天の声と対決しよう。よくないこと言い出したね、ごめん。あのさ、俺が辛いわ。いや、あのね、俺らも辛い。多分、面白くならないぞって俺言ったよ。そしたらお前、すげえな。出てくんだ。出てくんだ。やばい、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 やばい